あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。今回遊ぶのはこちらだ。獣王キューブウェポン、動物武装、キューブコウモリ。どうもこんにちは、俺様は ACR XXX、 通称あたりチャンネルロボだ。気軽に ACR 様と呼んでくれ。今回遊ぶのは獣王キューブウェポン、動物武装、キューブコウモリだ。発売日は2016年7月23日。価格は税抜き900円。キューブがコウモリに変形。さらに別売りの動物合体シリーズに武器として持たせることもできるんだ。さあ、早く遊ぼうぜ。さあ、まずはパッケージを見ていきましょう。これで4つ目の獣王キューブウェポンですよ。コウモリ、上、搭載獣王。こっちが、全部武装できるぜ。こっちがキューブに変形できるぜ。裏、下。さあ、開けよう。さっ。出しますよ。よいしょ。もうなんか、4つ目ともなると、ね、説明も省けるところ省けるっていうね。よし、行くぜ。行きます。出します。せーの、じゃん。わお。わお。いらっしゃい。これ毎回取り出すのに手間取ってね、ガチャガチャやってるからね、今日はスマートに取り出します。スマートに。どうや。はい。はい。えらい曲がるな。えらい曲がる。おー、キューブコウモリ。じゃあ箱から取り出した状態から、まあぐるっと一周。ここにびっくりマークがあるね。はいはい。ということで変形はこうだな。もうこれ見なくても分かるぞ。これこう、キューブ状態。折りたたまってますね。で、動物モードにするときは、こうでしょ。で、羽を広げる。で、ちょっとね、ここを斜めにする感じ。斜めにする感じ。これで、動物モードになりました。キューブコウモリ。コウモリの本能を宿した獣王キューブだ。全高9メートル、全幅32メートル、全長 8.5 メートル、重量は200トン。スピードは時速700キロで、出力は150万馬力だ。キューブ状の超音波を発して、暗闇でも自在に飛行することができ、敵の死角から飛び出す奇襲攻撃が得意だぞ。ウェポンモードのコウモリブーメランに変形。必殺技、コウモリブーメラン獣王カッターで、敵を撃破したコウモリブーメランは確実に手元に戻ってくるんだ。そして羽をこうまっすぐに伸ばして、ここに持ち手があるから、いいよ、これを伸ばせばブーメランですよ。コウモリブーメランかな。色としてはこう全体的にネイビーな感じだね。で、黒とゴールドが入っている。このゴールドがね、いいんですよ。搭載獣王にも使われているこのゴールドの色ね。で、まあ、僕の、まあ、個人的なポイントとしては、ここのね、顔。このちょっとね、豚っぽい鼻ね。ああ、コウモリこんな鼻してるわーっていうね、この感じ。わかる人にはわかる。まあよくわかんない人はね、まあ、夕方ぐらいになったらその辺コウモリ飛んでるから、まあ、ガッて捕まえて見てみてくださいよ。じゃあ、獣王キューブウェポン、動物武装、キューブコウモリということで、武装しなきゃ始まらないわけですよ。ね、武装しましょう。昔の人は言っていたよ。武器は装備しなきゃ意味がないぜと。行きましょう。さあ、搭載獣王が登場しました。で、搭載ここに穴があるのか。搭載獣王、ここに腕があるんだね。こことここにさりげなく手がある。カシャン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 、スッ伸ばしてブーメラン状態にして持たせる。はい、思ったよりでかいぞ。ほらうわドラクション、もちろんこの獣王キングと獣王ワイルドに持たせることもできるんですよ。ちょっと剣いいかい。剣、はい、で持たせる。でかいねでかいね。わお、このでかさですよ。ワイルドにも持たせるよ。とい、はい。あとはもうね、こういう風にちょっと攻撃的なね、二刀流にさせることもできるわけじゃないですか。あ、こ
これいいっすね、これいいっすね。あとはやっぱり皆さんが気になっているこの謎ジョイントですよね。左右両方についてるんだよね、謎ジョイント、うん、何に使うか楽しみですよね。今日は見てくれてありがとう。次の動画に行く前にぜひチャンネル登録をしていってくれ。いやー、今回撮影がスムーズでだいたい30分ぐらいで撮影終わったんじゃないかな。どうよその辺。はい、ご覧いただきありがとうございました。というわけで10億キューブエポンシリーズのキューブコモリ4つ目ですよ。4つ目ということでね、もう撮影もかなりスムーズでしたね、うん、この3つの流れを踏まえつつ、こう視聴者さん側もこう分かってるだろうなっていう部分は省いてこう進めることができたんでね、かなりスムーズでしたね、うん、で次回は、まあ、この辺のものをこうしようかなっていうところですよね、うん、お楽しみに。それじゃあまた次回、バイバイ。